こんにちは、美容家の夏美です。今回はコスメキッチンでお買い物をしたので購入品を紹介したいと思います。今回はスキンケア、メイク品、ボディケア、インナーケアなど計5つのアイテムを紹介したいと思います。簡単に商品の説明と購入した理由だったり使い方などもお伝えできればと思います。で今回の動画も概要欄の方に目次を入れているので気になる商品の説明だけ見てもらって OK です。では、早速始めていきましょう。まず購入したもの一つ目が、こちらのファミュのアイディアルオイルです。こちらはファミュが考える最も理想的なオイルと言われていて、韓国のセジュ島で採れたオーガニックのカメリアのエキスが入っています。カメリアのオイルは、抗酸化作用が高くてアンチエイジングにすごく最適なオイルなので、オーガニック成分でこうアンチエイジングのケアをしていきたい方にすごくおすすめの美容オイルです。私がこのファミュのアイディアルオイルを購入しようと思った理由は、アンチエイジングがのケアができるオイルがいいなと思って探していたのと、あとはこれ1本で何役もこなすことができるので、そういったところに魅力を感じて選びました。この春夏はこのアルジタルのブライトニングローズフェイスオイルを使っていたんですけど、これをちょうど使い切ったタイミングで、他にもいろいろな素晴らしいオイルがコスメキッチンにはいろいろ売っているので、今回はねこのファミュを選んでみました。こちらね、見ていただくとね、色はねちょっと薄い黄色っぽいんですけど、なじませると全然色はつかないので安心してください。とね、すごくさらっとしたテクスチャーで、私今日3滴ぐらい使ったんですけど、それでも十分すぎるくらいお肌潤いました。化粧水の後に美容液として使う方が多いかなと思うんですけど、私はこれをブースターとしても使いたいなというふうに思っています。あとは、お顔のマッサージだったり、唇の保湿のケア、甘皮のケア、髪の毛のケアにも使えるっていうふうに書いてあったので、本当にマルチに使いやすいかなというふうに思います。と香りもすごい高貴なお花の香りがしてすごく癒されるので、こちらすごく使うのが楽しみです。トーンのエンリッチオイルもすごく気になっていたんですけど、今ね手持ちのスキンケアでこのファミュのお化粧水がちょうどあるので、一緒に使ってみたいなと思ってこっちにしました。またナイトスキンケアとかの、動画も撮ってみたいなと思います。続いてはメイク品を2つ紹介したいと思います。まずはこちらのトーンのデューイモイストプレストパウダーのラベンダーを紹介したいと思います。こちらはカシミアタッチのふんわりとしたパウダーですね。しっとりサラサラ系のパウダーです。これ3色あるんですけど、私はラベンダーを選びました。ラベンダーはやっぱくすみを飛ばしてくれて、ちょっと透明感のある仕上がりになりますね。トーンのスキンケアにも配合されているうちわサボテンオイルがこのパウダーにも入っているので、日中の乾燥対策とかもしっかりしてくれます。でこちらをね購入した理由なんですけど、私毎日パウダーは使うんですけど、そんなにたくさんの量を使わないので減りがすごく遅いんですよ。でコスメ、オーガニックコスメだとやっぱ使用期限とかも考えるとあんまりね長く使うのも良くないかなと思ったので、朝のメイクの仕上げ用と持ち歩きのお直し用のパウダー一つでいいかなと思って、これだったらどちらにも使えるからすごく便利かなと思って選びました。ちょうど今まで使っていたオンリーミネラルのパウダーを使い切っちゃったタイミングだったので、トーンのルースパウダーとこのプレストパウダーどっちにしようかなってすごく迷ったんですけど、ルースパウダーだとねやっぱ大きいから持ち歩きちょっとしづらいじゃないですか。でもこれだったら鏡もついてるしすごく薄くて軽いので、あ、こっちの方が使いやすいかもと思ってこれを選びました。使い方なんですが、付属のねパフがついてるので、このままつけてもらって大丈夫なんですけど、結構ねプレストタイプだとしっかりめにつけちゃうとお肌すごくマットに仕上がっちゃうんですよ。
で、私は結構ナチュラルでツヤっぽい肌が好きだから、崩れやすいところ、メイクの崩れやすいところに本当さーっとつけるくらいが好みなんですね。なので私は普段から使ってるこれノエビアのフェイスブラシなんですけど、これ大きいブラシをちょっと取ってもらって、これを、手の甲とかに少しなじませてから T ゾーンだけとか、あとは頬に少しのせたりっていう感じで使ってます。ブラシを使うことでこういったプレストタイプの、お粉でもふんわりとなじませることができるので、こういうブラシ一つ持っていると朝のメイクの仕上げにすごく便利です。でパフを使うときはやっぱりつけすぎないように気をつけてほしくて、全体にまんべんなくこうなじませてもらうと結構これだけですごいついちゃうんですよ。なのでやっぱり手の甲とかでと押さえてもらってから軽くのせていく感じがいいと思います。夕方のメイク直しなんかはやっぱりちょっとくすみを飛ばしてくれるようなアイテムがすごい役立つと思うので、こちらすごくおすすめです。続いては久しぶりにねリップを購入しました。こちらなんですけど、RMS ビューティーのリップスティックブレインティーザーという色味です。リップはねやっぱ口に塗るものだから成分って特に気になる方多いと思うんですけど、 RMS ビューティーのコスメは食品グレードの有機成分にこだわって作られているので、すごく体にもお肌にも優しいものになっています。で自然由来の成分で作られているけど、こんなにも綺麗な発色があります。すごくね高発色でちょっとねセミマットな質感に仕上がります。なんかねピタッとねすごい密着力が高くて色持ちもねすごくいいんですよ。でマットなリップってなんかすごく唇が乾燥してしまうイメージがあると思うんですけど、これはね保湿力もね結構高いんじゃないかなっていうふうに私は感じてます。でこちらのブレインティーザーっていう色味は、ちょっとベージュっぽいピンクにブラウンが入ったような絶妙な色味で、結構落ち着きのある色なんですけど、1本でかなりおしゃれに仕上がるので気に入って使っています。この色を選んだ理由は、夏の終わりにこれを購入したんですけど、秋にも使える色がいいなと思ったので、ちょっとこれがしっくりきました。でもなんか全然秋とか関係なく一年中使えそうなね万能な色味かなというふうに思います。今年はコロナウイルスの影響でねずっとマスクをしてたからリップを買う機会って全然なかったんですけど、本当に久しぶりに買いましたね。でこれの使い方なんですけど、全然直塗りしてもらって問題ないです。ただ少し太いリップなので、気になる方は筆とかを使ってもらってもいいし、私はこう指でつけたりもしますね。でちょっとはみ出ちゃったところとかこう取ってもらって、そのままこれをチークにしたりもしてます。はい、ちょっとさっきトーンのフェイスパウダーをのせちゃったのでちょっとうまく馴染んでないかもしれないんですけど、チークとして使ってもすごく可愛いカラーです。で RMS ビューティーのコスメは本当にこれはリップです、これはチークですっていう決まりとかそういう縛りが全然なくって、リップもチークとして使えるし、チークもアイカラーとして使えるみたいな感じで、本当に自由な組み合わせで、メイクを楽しもうっていうブランドなので、すごく一つで楽しめるか、メイクの幅が広がって楽しめるかなというふうに思います。でまたこれらのアイテムを使ってメイク動画も撮りたいと思います。で続いて紹介するのがボディケアですね。こちらが、バラカというところのジョルダニアンデッドシーアロママッサージソルトです。こちらはね一つで何役もこなしてくれる多機能な美容ソルトです。
マッサージ、保湿、角質ケア、アロマバスの役割があります。これね、ちょっとまだ開けてなくて使えてないんですけど、コスメキッチンでちょっとテクスチャーとか香りは試しました。種類がね、キングオブザサンとクイーンオブザムーンっていう、あの男性と女性をちょっとイメージしたものにそれぞれなっているんですけど、私はあのクイーンの方をゲットしました。すっごくあの高貴な香りがして、こう優雅な気持ちになるし、なんかね、こう女性性を高めてくれるような感じの香りがします。これはヨルダン産のデッドシーに、あの、まあ、オイルだったり保湿成分をブレンドして作られているアロマバスになりますね。で、特にあのデッドシーの中でもこのジョルダニアンデッドシーっていうのはすごくね、あのミネラルのバランスが抜群にいいそうです。で、その辺の温泉とはもう比べ物にならないくらい、こうマグネシウムがの量がねすごく多いそうなので、まあ、このアロマバスを使ったお風呂に浸かると本当に簡単に温泉気分、スパ感覚を味わえるという、あのお家のお風呂時間をね、こう贅沢にしてくれるアイテムですね。で、今すごく簡単にご説明をしたんですけど、あのバラカの商品とか、あとブランド背景について、あの詳しくはあのコスメキッチンの、公式のアカウントの IGTV にこちらの特集が以前組まれていて、まだ動画が残っていたかと思うので、そちらをぜひチェックしてみてください。創設者の方が、あのこのデッドシーを使って、あの抗がん剤をの治療を乗り切ったお話だったり、水虫がデッドシーで、まあ、治ったなんていう、あのお話とかもされていて、すごく興味深かったので、そちらも知った上でね、使ってもらうとより効果感を感じてもらえるんじゃないかななんて思います。私もね、今から使うのがすごく楽しみです。で、私がねこれをね購入しようと思った理由は、まあ、その IGTV を見てバラカの魅力にすごい惹かれたっていうのが一つなんですけど、あとはあの普段からねお風呂の時間をすごく大切にしていて、やっぱりあのいいお気に入りのバスソルトを使ってお風呂に入ってる時間っていうのがすごくやっぱり自分をもてなすことができてリラックスできるから、やっぱりそういうアイテムとしてね、これをちょっと取り入れてみたいなと思って選びました。で、このクイーンの方はデート前に使うのがすごくおすすめみたいなので、ちょっと女性性を高めたい時の前日にあの使ってみたり、あとはまあ新月とか満月とか、そういう特別な時に使うのもおすすめです。で、使い方としては、まあ、スクラブのようにね、こう角質ケアができるアイテムなので、まあ、肘とかかかととかに使ってもらってもいいですし、あとはあの濡れたお肌にこう全身なじませていただいて、まあ、ちょっと疲れやすい足とかはマッサージしてもらってもいいかなと思います。で、体になじませたものを洗い流さずにそのままお風呂にドボンと入ってもらうと、アロマバスとしても楽しむことができるので、本当にいろんな使い方がこちらはできるかなと思います。秋冬はね、肌がねカサカサになりがちなので、こちらのバラカのバスソルトで、あのお肌をねつるんとすべすべにしちゃいましょう。最後にインナーケアのアイテムを紹介します。こちらですね、コスメキッチンのエルボリステリアタンチュメールバレリアンです。これは一体なんだろうってあの思われた方もいるかと思うんですけど、これはね、バレリアンっていうハーブにアルコールを浸して作った鎮気剤っていうものですね。バレリアンっていうハーブには、眠りをねサポートしてくれるような作用があるので、この鎮気剤をお水にちょっと入れてもらって、あの飲み物として一緒に飲んでもらうと、あのちょっといい眠りに入れるような、そういうものになります。なので、まあ、寝つきが悪い方とか睡眠の質を高めたいっていう方は、眠る前にこれをあのお水に薄めて飲んでもらうと、あと寝つきが良くなったりとか、そういう効果がね期待できますね。で、私がこれを購入した理由なんですけど、まあ、寝つきが悪いんですよ私、もうずっと不眠症で、睡眠の導入剤を飲んでから毎日寝ているんですけど、今フィトテラピーとかのね動画も普段上げているんですが、その植物療法について勉強もしているところなので、なるべく今後はお薬を
手放していってハーブ療法でこう眠れるようになったらいいななんて思っています。なのでこのバレリアンの鎮気をお休み前に飲むっていうのを今習慣づけています。飲み方としては、コップ1杯のお水に、こちらを小さじ1杯入れてもらって混ぜて飲むだけです。ちょっとね癖のある甘みがあってすごい美味しいものではないんですけど、まあ、飲んでいくうちに私は慣れました。でお水ではなくて例えばリラックス効果のあるジャーマンカモミールのハーブティーに入れて飲んだりするのもいいかなと思います。ちょっとでもね眠りの質を高められたらいいなと思ってこういったハーブのパワーをちょっと借りています。で、まあ、今回は私バレリアンを紹介したんですけど他にも例えば生理痛だったりとかあと、まあ、体を温めたり免疫力を高めたりっていういろんなハーブの鎮気がコスメキッチンにはこのエルボリステリアから出ているので、もしご興味がある方はそちらもチェックしてみてください。はい、こんな感じで、今回は5つのアイテムを紹介させていただきました。実は最近もコスメキッチンで爆買いをしていて今紹介したものもほんの一部なんですけどちょうど使い切りコスメとかリピートコスメなんていうテーマでも動画を撮りたいなと思っているのでそちらの方でまた他に購入したものとかはお伝えできればと思います。では今日も最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ではまたね、バイバーイ。